皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、前回話した新型コロナ肺炎についてさ、調べてるうちにさ、こうネットで調べるんだけどね、いろんな情報が載ってるわけで、その中でさ、こう面白いっていうかね、怖いっていうかさ、そういう話がさ、いくつか出てきたんでね、ちょっと話してみようかなと思うんだよね。ウイルスってさ、いっぱいあるわけだよ、ウイルスね。で、世界的にさ、こういろんなこう病気が流行ったりして、そのウイルスのことが発表されたりとかしてるんだけど、全然さ、公に公表されてない、そういった類がね、結構あるらしいんだよね。やっぱりね、こういろんなさ、国でそういうウイルスの研究とかさ、やってるみたいで、怖いね、話も結構出てくるね、ネットでね。でさ、一番びっくりっていうか、まあ一番びっくりじゃないんだけど、まあ実はびっくりしたのは、地球上の人口だよね。地球上の人口が70億ぐらいいるの、今。70億ぐらいね。で、その正常な地球のその人類のさ、キャパシティというかさ、正常な人口は10億人だって言われてるらしいんだよ。で、もうね、60億オーバーなわけだよね。でさ、そういう大幅に増えた人間をね、間引きしないといけないっていうような記事があったんだよ。と思ってさ、びっくりしたんだけど、その人工的にね、そういうさ、ウイルスを作ってばらまいて人口を減らしていくっていう方法があるって書いてあったんだよね。どういうことなのと思ったんだけど、今回のさ、中国の新型コロナ肺炎、そのウイルスに関してもさ、人工的なね、ウイルスだっていうのが結構書かれてるわけだよ。まあ専門家がその自然発生的なウイルスでないっていうことも書いてるし、その新型コロナウイルスっていうか、新型コロナ肺炎のね、 DNA の特許は南アフリカが持ってるとかね。まあそのあたりをさ、つなげていくとさ、うんって思っちゃうよね。で、中国なんかでもさ、人口が増えすぎてるって言われてるわけだよ。思わず一瞬、間引きしてるのっていうね。それとさ、高齢化社会でさ、中国も、まあ日本もそうなんだけど、中国とか韓国とかね、高齢化社会になってさ、若い人がさ、結局高齢者を支えきれない時代になっていくって言われてるわけで、まあ言われてるっていうかさ、数字上もさ、そうなってきているわけだよね。そうなったらさ、じゃあ年寄りをね、間引きしようかっていうね、話になっちゃうのかなっていうね。それとかさ、やっぱりその大きな病気とかね、持ってる人はさ、医療費もかかるわけだよ。年々ね、医療費もどんどん膨らんでいく。国の負担もどんどんね、膨らんでいって大変なわけだよ。ね、年金も年寄りが増えてさ、どんどん膨れていく。じゃあもう、こうなったらもうね、年寄りに死んでもらおうっていうね。ちっちゃなね、ちっちゃなその思っただけなんだよ。実際はね、そういうことないんだろうけどさ、そういう話をずっとつないでいくとさ、そういう風になっちゃうのかなっていうね、じっちゃんなりのね、考えなんだけど、でもさ、そんな風につながっていくと自然につながっていくわけだよね。だからね、どうなっちゃうんだろうねっていうことだよね。それとさ、ワクチンのこともいろいろこう調べるうちにさ、そういうのも出てきたんで読んでみたんだけど、まあ、ワクチンってさ、まあ、じっちゃんもあまりね打たないんだよ。ワクチンってじっちゃんもあまり打たないで、どっちかっていうとじっちゃんは人間っていうかさ、生き物本来の治癒力にさ頼る方なんだよね。まあじっちゃんもしょっちゅうね、入院したりとかさ、手術したりとかしてるんだけど、それは何でするかっていうと、こう痛みだけには耐えられないんだよ、じっちゃんもね。もう痛みだけは本当もう耐えられないんで、もう手術とかね、そういうのして、その痛みの原因っていうのをね、取っ払ってもらうんだけどさ、通常の病気だとかっていうのは、じっちゃんは結構あれだよね、その自分の治癒力を信じる方なんだよ。で、どっちかっていうと食べ物に気をつけて自分の免疫を上げる。冬場でだったらさ、体こう冷えてきちゃうんで、体がさ、人間、まあ動物全体的にそうなのかな、体が冷えるとさ、
免疫力も落ちていくわけだよ。だからなるべく体が冷えないようにするとかね、そういうその体本来の免疫力を高めるようなその生活をねなるべくしてるんだけどね。まあだから大きなさ、大きなっていうか風邪とかさ、そういうのも最近はほとんど引かないね。風邪もほとんどもう忘れるぐらい風邪もね引いてないんだけどさ、だからそういうこういろいろあるわけだよね。予防接種を受けなさいとかさ、もう冬が来るとインフルエンザのね予防接種を受けるとかさ、じっちゃんはそういうことは一切してない。じっちゃんはさ、そういうのは自分では気はつけてるんだけどさ、それでもさ、まあ極端なこと命がね召されたとするならばね、それはそれでさ本来の自分の寿命だと思ってね諦めるしかないわけだ。だから延命治療とかねそういうのは一切してほしくないしね、痛みだけ取ってもらったり、じっちゃんも痛みはねもうほんともう痛い目に何回も遭ってるからさ、もう痛みだけはさやっぱ耐えられないよね。もうあの痛みっていうのはね、だ痛みさえ取ってもらったらもう自然にね任せた、そのなんていうのかな、自然に任せた生き方じゃないんだけど、自然にさそうなる時はもうしょうがないかなって思ってるよね。でいろんなのがあるわけだよ。女性のさがん、子宮頸がんとかね、そういうの予防接種とかあるよね。あれもねじっちゃんはどうかなって思ってたんだけど、あのがんでもさ移されるがんっていうのがあるわけだよね。今話したようなねがんは性交渉によってさ移されるっていうのもあるわけだよ。だからそれをさ移される予防をする、まあね予防は予防でいいんだろうけど、でもさ薬っていうのはさまず 100% 副作用があるわけだよ。薬はね副作用が全くない薬ってねまずありえないと思うんだよね。だからそういう薬をさどうもないのに強制的に体に入れるっていうのはねどうなのかなってじっちゃんは思うんだよね。それよりさ自分で予防した方がいいんじゃないのって思うよね。むやみやたらに快楽に走らないとかね、むやみやたらに快楽に走らないってなんかこうあれなんだけど、言い方もおかしいんだけどさ、極端なことを言ったらさ、男も女もできたら一対一ね生涯を全うするような人生がいいなってじっちゃんも思うんだよ。まあ実際はねそういうわけにはいかないんだろうけど、若い時のさそのね元気な時もあるわけだからね、そういうわけにはいかないんだけど、いかないんだろうけどさ、やっぱり自分である程度抑えてさ、やっぱりそういうねこともあるんだっていうことを頭に入れといた方がいいよね。結局自分だけだったらいいと思うんだよ。自分だけがそういう病気になるっていうのはね、まあじっちゃんがいつも言ってる自業自得っていうことなんだ。それをまたさ相手にね迷惑をかけるっていうのはさ、やっぱり本来してはならないことだと思うんだよね。まあ、だからねそういうのいろんなことをさ調べていくと、いろんな問題にぶつかってくるっていうかね、その自分の前回の話でも話をしたんだけど、自分の無知、まあじっちゃんもさ無知が上にそういうのをさちょっとでもそのね調べようって思って、わからないことがあるとすぐそういうことについて調べるんだけどね、でも調べれば調べるほどいろんな風に広がっていってしまうっていうとこもあるよね。だけどさやっぱり自分の人生だよね。自分の人生、自分の人生なんでさ、他人に迷惑をかけないようにね、まあ、じっちゃんなんかね本当他人偉そうなこと言ってるけどさ、本当迷惑ばっかりかけてるからね他人にね。まあね今からもさなるべく極力ね他人にね迷惑をかけないようにね生きていこうと思います。まあ、そのためにもさやっぱりそのいろんなことを知るっていうのはいいことだよね。人に迷惑をかけない、こういうことをしたら人に迷惑をかける、で自分に対するさリスクも抑える、でそういうさ、だけどそういうリスクばかりに敏感になってたら何もできないわけだよね。だからやることによって得られることが大きいのかリスクが高いのか低いのかっていうのをさやっぱり考えて
リスクの低い方を選ぶとかね、あえてリスク高いけどこっちの方が自分としては乗り越えることができると思ったらあえて挑戦すればいいことだしね、まあ、リスクの考え方に対してもさ、いろいろあるわけだ。ということでね、今回もちっちゃもさ、何について喋ったかもわからないぐらいね、こういろんなこと話しちゃったけどさ、そういうことだよそういうことだよって済ますのかよっていうふうになっちゃうけどね。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、じっちゃんの独り言だと思ってさ、聞き流してください。以上、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。